アレリア、今日はちょっと、曇ってますが、まあ、雨はちょっと上がってるようなので、外に出れますね。モザイクさん、アレリア、今日もイエス様をもらいに来ました。天国大学、おはようございます。はい。皆さん、本当に日々、生かされて感謝します。私は、毎日、神様に生かされて、そういろんなことを学ぶことができます。私たちは、この世の人が生きているような生き方をしているわけではなくて、私たちは霊的なことを学んで、成長しているわけです。雨が止んでるでしょうか。多分、降ってる。ちょっと降ってるような、降ってないような、どうしましょう。少し降ってる感じもします。そこ壊れる。そうですね。一応、傘持ってますからね。一応出かけましょう。外のが、やはり気持ちがいいですからね。はい。では、出かけます。今日は、おはようございます。今日は土曜日なので人が少ない。かすかに雨が降ってる感じですね。キューちゃん、自殺を考えている場合、どうすればいいのですか？自殺はですね、悪魔の、まあ、誘惑です。で、自殺した場合に地獄に行くと思ってください。多くの人はね、死んで楽になりたいから死ぬっていうんですけど、逆です、逆です。死んだら地獄に行きますね。ぜひ、皆さん、騙されないでくださいね。死んではいけません。サタンはですね、サタンは、人を殺して地獄に連れて行きたいんです。私たちは、イエス様のために生きる必要があるんですね。イエス様のために生きる必要があります。ぜひ皆さん、生きることの意味は、ね、神様のために生きるということです。私たちは、少しでも神様の仕事をするべきなんです。人間が作られた目的には、いくつかありますけれども、一つは私たちがイエス・キリストに会って、良い働きをするということです。サタンはそれを邪魔しているということです。皆さん、そのことをぜひ理解しましょう。私たちは生きる意味があるんです。生きる意味があります。それは、その神様の素晴らしい働きをするということです。ミナントさん、昨日のプチ祈り会で神様は意味を見させていただきました。神様最高、与えられた地に豊かにされます。アメン。これがなかったらキリスト教の信仰をしているキリスト教に入りませんよね。そんなことないです。お金がなくても大丈夫です。多くの人はお金の力に、過大評価しすぎなんです。多くの人はお金がなかったらダメだと思ってるんです。そうではないんです。お金ではなくて神の力が必要なんです。神様は無から有を生み出す方です。神の力で何でもできるんだというんですね。神の力で何でもできます。
神様は魚の口からお金も出してくれるんですね。ヨシさんのお宣伝はチャンネル放送ですか？一応ですね、普通ユーザー放送でやる予定ですね。明日の10時半はユーザー放送でやります。はい。今日の夜はチャンネル放送ですが、明日の放送はユーザー放送であります。キリスト教はお金を恵んでくれますか？神様がですね、お金も与えてくれます。お金がなくても大丈夫、仕事がなくても大丈夫。キリちゃんもそろって。そうです。毎日イエス様に救われてると思った。そうですよ、皆さん。皆さん、イエス様が、イエスキリストを信じるならば、イエス様が一緒にいてくれるわけですね。イエス様が一緒にいてくれるわけです。だから、ね、イエス様が一緒にいてくれるのに、何を心配するのか。イエス様が一緒にいてくれるのに、何を心配するのか。ね、そこが大丈夫。信仰なんです。信仰というのは、ね、イエス様が一緒に、イエス様が一緒にいてくれるんだ。イエス様が一緒にいてくれるんだ。ね、それが、信仰です。イエス様が一緒にいてくれたら、ね、何も心配いらない。イエス様が一緒にいてくれたら何も心配いらない。そういうことなんですね。イエス様が一緒にいてくれたら何も心配いらないんだということです。神の力を信じる。神の力を信じる。神を信じる。神様は生きて働いているんだということですね。37年前。十字架の先端を尖らせていいですか？いや、そんなことしなくてもいいと思います。帽子のつばがもう少し大きい方がいい。説教師の年収、人によって違うでしょう。キューちゃんは M1 お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さん、神様が皆さんを作ったのは、皆さんがイエス・キリストにを信じてですね、皆さんの中にこの、イエス様が来て、ね、皆さんの心の中にイエス様が来て、神様は皆さんと一つになりたいのです。神様は皆さんと一つになりたい。私たちはイエス・キリストに会って神の子になれるんですが、皆さん、親はですね、親は子供にですね、親に似てほしいわけです。親のいろんな経験、知識をですね、子供に伝えたいじゃないですか。人100人殺しても、心から悔い改めれば許されます。皆さん、神様はですね、イエス・キリストに会って、皆さんが神様のようになってほしいんです。皆さん、そのことを理解しましょう。もし神様抜きでは、ね、私たちは、神様に言うことができないんです。まあ、肉体的には、ね、子供は親に似ます。でも、信仰的には、聖霊を受けて、神の聖霊を受けて、
神の聖霊を受けて、初めて、神様に似るようになっていくんですね。はい、まあ、そういうわけで、ぜひ皆さん、この放送はゆったり見られます。コメントする。ごめんなさい、たくさんコメントがあるので、選ぶしかないんですが。なぜ神様は一人なのか、一人なのに私たちと一つになりたいんですか。神様はたくさんの人の心の中に入れるんですね。神様はお一人なんですか。神様はお一人ですけど、この多くの人の心の中に来てくれるんですね。それが不思議です。不思議です。神様はイエス・キリストを信じる人の心の中に入ることができます。ちょっと雨でちょっと濡れてる。ちょっと待ってくださいね。雨で濡れてるので敷物があるかどうか見てみますね。ちょっと敷物がなかった。使っちゃって、敷物がですね、持ってこなかったですけど、まあそんなに濡れてないから大丈夫でしょう。今日は、土曜日でですね、もう本当にあまり、駅前はあまり人がいませんね。私たちはその親子関係を持っています。で、親になると、まあ、親の気持ちが分かるんですが、まあ、親の気持ちが分かると、まあ、神様の気持ちが少し分かります。まあ、親にもいろんな親がいますが、親の気持ちになると、ね、子供に対しての気持ちが分かります。それは、神の気持ちに似ています。親はですね、親はその子供を、まあ、心配するわけですね。こうなってほしい、子供にこう思ってほしい、子供がすくすく成長してほしい。で、親のですね、親の考え方を受け継いでほしいと。まあ、親は思うわけですね。特にクリスチャンの親はですね、信仰の継承、信仰を持ってもらいたい、ね、子供も救われてほしいと思うのは当たり前です。そして、信仰で成長してほしいと、クリスチャンの親はそう思います。神様もそうなんです。神様も、神様がご計画はイエス・キリストを通して神の子供を産みたいのです。人間も結婚したら子供を欲しくなるでしょう。結婚しなければ子供を作ってはいけないんですけど、結婚したら自分の子供が欲しくなります。それと同じように神様の子供が欲しいのです。幼児洗礼推奨ですか？いえ、プロテスタントは大体はですね、幼児洗礼を、しませんね。してるとこもありますが、多くは
4時宣言をしません。キング牧師は、黒人白人の差別のない社会を実現する夢があると演説した。そうですね。それは信仰に、政治ではできませんね。それはやっぱり、まさに伝道です。伝道して初めてですね、差別の心がなくなってきます。まあ、秋代さんによるとですね、やっぱり、黒人の牧師は、やっぱり、黒人が集まりやすく、白人の牧師は白人が集まりやすい。まあ、単なる差別だけの問題ではなくてね、人間の弱さというか。おはようございます。ご苦労様です。しかし私たちは人間の罪が、ね、差別になり、人間の罪が、人間関係を壊す、そのメカニズムを学んでいます。まあ、この伝道部屋は、そういうことに非常に強調してね、強調して、皆さんに神の愛を学んでもらっているんです。罪と神の愛というのがまさに、まあ、反対のことと言ったらいいでしょうか。罪というのは愛がないと言ってもいいんじゃないかな。罪とは愛がない。だから、皆さんが、人間関係がうまくいかないのは、まさに罪の家だと言ってもいいし、神の愛がないと言ってもいいわけです。ですから、私も訓練しています。私も訓練して、私も、励んでいますが、神の愛を学ぶことがとてもとても大事です。神の愛を学ぶことが大事です。ベンチで寝てます。どうしよう。敷物忘れましたけど、ちょっとベンチが濡れてますので、仕方ないので、ちょっと。上着ですね。これを着けば、上着です。上着を引けば大丈夫です。口下手で言葉がよく詰まるので、愛が欲しいですね。愛の、神の愛を御言葉で学んでいます。アメン。アメン。そうですね。愛は空より高く、海より深く、愛は、大きいと書いてあります。デビッド・テイラーさんがイエス様と顔と顔で会う牧師なんですが、イエス様の目はですね、こう愛に満ちて、こう愛が深くて、こう、もう本当に感激するほど、ものすごく感激するほど、イエス様の目はですね、この愛に満ちているそうですね。そういう、イエス様の 目のようになりたいですね。
私たちの目標は、イエス様のように、この愛に満ちたいという、イエス様のように愛に満ちたい。それが私たちの目標ではないでしょうか。イエス様を信じたら幸せになるのですか？その通りです。イエス様を信じなければ幸せにならないと言えるでしょう。そもそも幸せとは何かということですが、幸せは神様から来るということですね。イエス様に愛されるために生まれてきたと思った。アメン。モザイクさん、その通りです。その通りです。イエス様と共に歩むというか、イエス様に愛されるために生まれてきたんです。あ、デビッド・テイラーさん、ありがとうございます。デビッド・テイラーさんは、イエス様と顔と顔で会ってる方なんですね。私も夢の中にイエス様に来てほしいと祈っていますが、まだ叶えられませんけど、祈っております。あなたは何をしてるんですか？何をしてる人なんですか？牧師です。牧師です。深いですね。イエス様を信じて素晴らしく変えられました。港さん、アメン。イエス様を信じて素晴らしく変えられました。誰でも変えられます。誰でも変わります。逆にですね、イエス様の愛が人を変えるということですね。皆さん、人間はですね、神の愛でしか変わらないと言ってもいいかもしれません。神の愛でしか人は変わらない。神の愛によって、世界が変わる。神の愛によって癒される。神の愛によって、清くなるというか、私は変えられた、主イエスの十字架で愛されている、許されている喜びの湧き上がる朝を、神様ありがとうございます。なんかいろんな意味ですごいですね。いろんな意味ですごい。皆さん、知るんですね。神の愛の力を知る。神様が全知全能で。神様が全知全能ならば、神の愛が、まあ、全知全能と言ってもいいかもしれません。キリスト教をどうしたら入信できますか？最後にですね、最後にイエス様を信じる人はアメンと言ってくださいと言いますよ。その時にアメンと打ってください。そういえば、キューちゃんの睡眠中にイエス様が現れないのは不思議だったんです。意外と初心者が現れます。あ、今日セミが鳴いてない。今日はセミが鳴いてますよ。クラクション、セミの代わりにクラクションが鳴いてる。はい、皆さん、もう一度言います。神の愛に力があった。神の愛が人の心を変える。私たちの心が変わったのは神の愛によって変わったんです。そして私たちが神の愛で人に接するときに、その人の心が変わるんです。とうとう、クラクションにびっくりした。うとうと聞いていたので、クラクションにびっくりして起きた。いいですか？もう一回言います。人の心はね、文句言ったり、裁いたり、怒ったりして人の心が変わるのではありません。いいですか？人の心は神の愛によって変わるんです。神の愛によって人の心が変わります。皆さんは、家族や知り合いに対して神の愛で振る舞えば、神の愛を溢れるように神の愛で生きるならば、人が変わるんです。家族が変わるんです。
皆さん、それを体験してほしいと思います。それを体験してほしい。キューちゃんも初心者の頃、夢に神様出てきましたか？いや、出てきてない。出てきてないです。イエス様の言葉こそ正論だと思った。アメン。そうです。その通りです。イエス様の言葉こそ正論です。その帽子も季節的に違うんですよ。いや、まだ夏じゃないかな。まだ夏だと思います。まだ8月です、ね。まだこれから暑くなるかもしれませんよ。最近ちょっとね、夏らしくないですけど、いいですね。こういう、冷夏というか。何もやる気が起きなくて、気力がないときはどうすればいいのですか？神の愛が必要ですね。神の愛が必要です。皆さん、神の愛がなければ楽しくないんです。神の愛がなければ人生無意味なんです。神の愛がなければ人間関係が楽しくないんです。皆さん、神の愛が必要なんです。神とは何？イエス様とは何ですか？神の愛を知ると、神が分かると書いてありますね。神の愛を知ると、神が分かる。愛のないものに神が分からない。俺の愛は必要ないの。人間の愛は必要ありません。皆さん、人間の愛は必要ありません。神の愛が必要なんです。洗礼受けたいです。ぜひ、東京町田に来て洗礼受けてください。ね。東京町田に来て洗礼受けてください。どうしても来れない方は、スカイプ洗礼もあります。スカイプ洗礼を受けてください。ああ、今日土曜日だから配信してるの。はい。スカイプのね、配信は週に2回なんですけどね。もっと増やしたらどうかという意見があるんですが、ちょっと皆さんにちょっと、聞いてみましょう。もしスカイプ、あ、ごめんなさい。スカイプじゃなくて、スティッカムね。スティッカムの、スティッカムじゃないよ。ツイキャスでした。ごめんなさい。ツイキャスの、もし放送を今2回、週に2回やってますが、もし増やすならば、皆さんはいつしてほしいですか？ちょっとこれは参考に意見を聞きます。ツイキャス増やすとしたらいつがいいですか？そうかダメですか？ダメです。皆さんは、いつ頃がいいでしょう？電話番号はですね、書いてあります。教会のホームページに書いてあります。お礼はいりません。お礼はいりません。無料でできます。毎日してほしい。ああ。毎日してほしい。毎日ですね。毎日してほしい。困りました。洗礼っていつからできるの？信じたらできますよ。イエスキリストを信じたら洗礼できます。そうですか、毎日やってほしい。困りましたね。ツイキャスの夜の放送が欲しい。ああ、そうですか。ニコ生とツイキャスとやっております、ね。で、同時放送もやってみたんですけど、同時放送はちょっとですね、なんか、難しい。例えば、今、同時放送しようとするとですね、やっぱり重いんですね。スマホとパソコンをですね、一緒に持たなきゃいけないんです。それは非常に、重くてですね、そして操作がやっぱり大変です。ですから、同時放送はちょっと難しいかなと思います。
夜の配信をしてほしい。ツイキャスの夜ですね。なかなか、両方やるっていうのはなかなか難しい感じがしますね。同時放送、神がいても難しいですか？不可能じゃないんですけどね。パソコンのカメラの方が画像がいいと思います。そうですね。パソコンの方が安定がいいし、画像がいいです。質問があります。自殺ってダメなんですか？ダメなんです。知ってはいけません。死んではいけません。地獄行ってしまいます。楽になるどころか、地獄に行きますから、自殺はダメです。死んではいけません。天国に行きましょう。自殺はダメですよ。サタンに騙されて、地獄に行ってしまいます。M1 落ちました。申し訳ないですね。M1 落ちました。キューちゃん、夜23時まで起きてるなら、21時から配信に戻してほしい。そうですね。はい、M1 見に行きました。どうでしたか？M1 見に行きましたか？どうだったでしょうか？同時配信、なぜ無理？そうですか。同時配信ね。まずコメントが両方読むのはちょっと難しいかな。もしニコ生とやっちゃうとですね、ニコ生のコメントの方を優先しちゃうような、そのツイキャスの方のコメントがあまり読めなくなっちゃうと思うんですね。なぜ人を愛すと嫌われるのでしょうか？いえいえ。神の愛で愛すれば大丈夫です。人の愛で愛しても、人の愛で愛すると、やっぱり好かれません。神の愛で愛すると、好かれます。神の愛で人を愛することを、ちょっと学んでください。僕の病気治してくれ。神の愛で病気が治ります。神の愛で病気が治ります。中国では違法建築だという名目で教会の十字架を撤去している。中国ではまだね、信教の自由がないんですね。まだまだサタンが支配しています。アル中なんですか？どうしたら抜け出しますか？信仰で抜け出します。信仰でアル中治ります。私もアル中でしたけれど。クリスチャンだったらやめれました。12月からニコキャスできたら行きますか？見てみないとわからないという感じでしょうかね。見てみないとわかります。そういうわけで、神の愛が人の心を変えるんだという。そして神の愛が人生を豊かにするんだ。神の愛がなかったら、何をやってもダメなんだ。神の愛がなかったら何やってもダメ。何やっても楽しくない。皆さん、生きるっていうのは、神の愛で生きるということなんです。聖書の朗読配信やってますけど、やっぱり配信疲れますね。そうですね。エイジさんと、ボアゲンさん、ぜひ、URL を貼ってください。ね、URL を貼って、ぜひ皆さん、お二人の放送にも、顔を出してみてください。エイジさんとボアゲンさん、ぜひ URL を貼ってください。そして皆さん、信仰というのは神を学ぶことですけど、神の愛を学ぶと言ってもいいんです。イエス様の教えは神の愛の教えなんです。例えば、隣人を自分のように愛せよ、隣人を自分のように愛しなさい。まさに神の愛の教えそのものではないですか。
神の愛は自分のように愛するということです。自分のように愛するってすごいと思いませんか。それが神の愛なんですよ。神の愛っていうのは、隣人を自分のように愛する。そんなことできない。そんなことできないとみんな思うかもしれません。人間の愛じゃできませんね。人間の愛じゃできません。だからこそ、神の愛が必要なんですね。神の愛が必要です。処女を飼うのは愛ですか？いえ。処女を飼うのは、まさに、それは反対です。反対です。それは罪ですね。罪です。皆さん、罪というのは、愛の反対なんです。罪というのは愛の反対。つまり、愛がないことが、ね、人に意地悪をする。愛がないから、冷たくする。愛がないから暴力を振る。罪というのは愛がないことなんです。ぜひ皆さん、私たちはその、ああ、私は愛がない。ああ、私は、罪がある。そのことをまず理解することです。皆さん、胸に手を当てて、ああ、私には愛がない。ああ、私には愛がない。そう言ってください。ああ、私には愛がない。そして、イエス様、愛をください。イエス様、愛をくださいと。そのように、求めてください。皆さん、信仰というのは、神の愛を求めることなんです。聖書にこういう命令があります。愛を追い求めなさい。愛を追い求めなさい。第一コリント14の一節。愛を追い求めなさいとあります。モアゲンさん、エイジさんの用を貼ってくれたんです。ありがとうございます。ぜひお二人の放送にも言ってあげてください。皆さん、その秘訣を皆さん知ったんです。皆さん、人生の秘訣を知ったんです。その人生の秘訣は、神の愛なんだということを皆さん知ったんです。人生の秘訣、それは神の愛です。神は愛なりと、書いてあります。神は神の愛なんです。黄金律ですね、聖書のどこに書かれていますか。黄金律はですね、何章何節だったかな。マタイのですね、7-12ですね。マタイ7-12、何事でも自分のしてほしいことをしてあげなさい。何事でも自分のしてほしいことをしてあげなさい。まあそれが神の愛と言ったらいいかな。何でも皆さん自分のしてほしいように他の人にする。これが黄金律です。黄金律っていうのは、まあ、大事な命令と言ったらいいでしょう。とても大事な命令。クリスチャンはこの黄金律をですね、しっかり、いつも考える必要があります。黄金律をしっかり理解して、それを実行するんです。多くのクリスチャンはこの命令を知っているけど実行するというその作業がなかなか忘れがちなんです。皆さん、私たちは隣人を自分のように愛する、自分のしてほしいことをしてあげるというこの命令を絶えずこの何て言うか絶えず考える必要があります。私もそうです。私もそうです。皆さん、それが信仰なんです。信仰とは何ですか？信仰とは、絶えず、人間を自分のように愛そうとする訓練です。人間を自分のように愛そうとする訓練。
これが、信仰なんです。これが信仰なんです。もっとわかりやすく説明、結構わかりやすく言ってるつもりなんですけど、難しいですか？難しいですか？そんなに難しくないと思うんですけど。そんなに難しくないと思うんですけど。わかりやすいと思うんですけど。つまり、皆さん、神の愛を、神の愛、自分はキューちゃんをそれすごく学んでいると思った。おはようございます。おはようございます。信仰していいことありました。いいことだらけですね。いいことだらけ。もう人生が変わっちゃいます。風俗を利用することは悪いことでしょうか？じゃあ質問しますよ。風俗を利用することは、ね、その女性を、汚すことでしょうか？愛することでしょうか？私たちは風俗の女性を汚してはいけません。その女性を守ってあげなければなりません。風俗は自分の性欲で女性を利用することですね。それは愛がありません。愛がありません。皆さん、世の中は愛がない人ばかりなんです。愛が大好きです。ちょっとですね、雨が降ってきて、傘を持ってきてます。傘を差しましょう。はい。折りたたみの傘で、折りたたみの傘。雨配信ですね。雨配信。それじゃあ、明石タイム行きましょう。明石タイム。これ100円の、100円の傘。皆さん、これ、折りたたみ100円なんですけど、ちょっと信じられないですよね。100円の折りたたみの傘なんて、あるんですね。はい。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の愛が分かってきた証。イエス様を信じて、神の愛がなければ人生ではないことが分かってきた証。イエス様を信じて、神の愛で満たされた証。スタート。スタート。スタート。ちょっと飲み物を飲むんですね。安定の100円ショップ。神とは何ですか？神とは愛です。神とは愛です。雨の日でも外配信ですか？イエス様の深い愛に包まれていると分かった。イエス様の深い愛に包まれていると分かった。いやー、信仰って本当に良いもんですね。愛とは何ですか？難しい。愛とは何ですか？難しいですね。愛とはですね。愛とは、すべての人に一番必要なもの。愛とはすべての人に一番必要なものです。
愛をください、ウォーウォー。ヨハネ長吉です。英吉、ヨハネ英吉です。愛と好きは同じですか？愛と好きは違いますね。愛と好きは違います。愛とセックスは違いますね。愛とセックスは違います。明日の礼拝ライブが楽しみです。明日はヨシさんという方が洗礼を受ける予定です。まだ確認できてませんが、予定です。心は救われますか？イエス様によって救われます。イエス様によって救われます。最初は神の愛って神への愛なのか、神の大衆に対する愛なのか分からなかった。キーちゃんとは何ですか？ネットボクシーですね。ネットボクシー。愛とは隣人である韓国の人たちを愛し敬うことです。エホバの証人はキリスト教ではありません。神の愛を受けるには信仰、その通りです。イエスキリストを信じるということは神の愛を受けることです。イエス・キリストを信じるというのは、神に愛されることです。イエス様を信じないということは、愛されないということですね。私たちはイエス様に愛される必要があります。イエス様に愛されて、初めて私たちは神の愛を持てるんです。以前は高慢人生、今イエス様に感謝人生。高慢人生からイエス様に感謝人生。神に愛されたら何がある？それが幸せなんです。皆さん、幸せというのは神様に愛されることなんですね。多くの人は幸せになりたいと思いながら幸せになれないの。神様に、神の愛を受けてないからですね。ぜひ皆さん、幸せというのは神様に愛されることだということです。神様に愛される、ぜひ、皆さん、神様に愛される生き方をしましょうね。神様に愛される生き方ですね。ネット伝道の方が効果あるんですか？あります。ネット伝道の方が効果あると思います。征服欲。征服欲も良くないですね。征服欲も欲です。すべての欲を捨てましょう。すべての欲を捨て、神の愛を身につけるのです。皆さん、信仰というのはいいですか？欲望から神の愛に変えることなんです。欲に満ちた人間が神の愛で満ちた人間になる。いいと思いませんか？それが大事なんです。もう一回言います。信仰というのは欲望から神の愛に変えていくことなんです。この世は欲望の社会ですが、会社で利益を上げることはダメですか？
利益を上げるのではなく、神の愛を求めましょう。神の愛を求めることが大事なんです。お金を求めることが人生の目的ではありません。皆さん、お金というのは欲を得るものではないでしょうか。お金というのは欲を得るものですから、お金を愛してはいけないと書いてあります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だと書いてあります。ホーキングさんが科学的に神はいないと言ってました。そんなことはありません。彼は人間です。人間です。人間が神を超えることはできません。彼を作ったのは神様ですね。ホーキング博士を作ったのは神様です。十字架から愛が始まったんですよね。アメン。モザイクさん、その通りです。その通りです。十字架から愛が流れているんです。十字架によって愛が分かったんです。十字架によって愛が分かったんです。皆さん、十字架がなければ愛が分からなかったんです。十字架によって愛が分かったんです。皆さん、その真理をしっかり理解しましょう。十字架によって愛が分かった。ぜひ皆さん、本当に必要なのは何なのか。多くの人は欲を満たすお金を求めていますが、そうではなくて、神の愛をくださるイエス様を求めましょう。神の愛を求めるんです。欲を求めてはいけません。欲を求めるということは、それは本当に必要なものを求めているのではなくて、虚しいものを求めていることになるんです。しかし皆さんが神の愛を求めるならば、それは本当に必要なものを求めていることになります。皆さんにとって必要なのはどっちですか？皆さんにとって必要なのはどっちですか？お金ですか？神の愛ですか？お金ですか？神の愛ですか？理解してほしいです。理解してほしいです。皆さんにとって必要なのは神の愛なんだ。神の愛が必要なんだ。理解しましょう。そんな難しくないです。信仰のない人でもわかると思うんです。ね。信仰のない人もわかると思うんです。本当に必要なのは何なのか。ね、本当に必要なのは何なのか。誰でもちょっと考えればわかります。ちょっと考えればわかります。どっちが必要かわかります。皆さんが、その真理を理解してほしいのです。真理を理解してほしい。神の愛が全てです。アメン。アメン。ちょっと具体的に説明してほしい。そうですね。かなり具体的に言ってるつもりなんですけども、結局人間にとって本当に必要なものは何なのかということです。人間にとって必要なのは、欲を満たすものが必要なんではなくて、私たちが神の愛で愛し合うという、神の愛で愛し合うという、その神の愛で生きるという、神の愛で生きるということが、いかに個人的にも集団的にも大事だということです。私たちは愛し合うということを通して、愛し合うことを通して私たちは生かされるのです。欲は孤独になっていくんですね。なんとなくわかるでしょう。欲深い人は孤独っぽい感じしませんか？欲深い人がですね、愛し合うってことはなかなか
あれですよね。やっぱりこう嫌われるし、欲深いと嫌われるし、欲深いとですね、やっぱりこう自己中に なっちゃいますよね。ですから欲は孤独になっていくということですね。欲は孤独になっていきます。しかし、神の愛は愛されます。神の愛は愛されますよ。はい。そういうわけで、改心しました。アメン。アメン。じゃあですね、招きをしましょう。ね、今日の放送を聞いて、神の愛で生きていこう。神の愛が欲しい。貪欲を悔い改める。貪欲を悔い改めて、神の愛で生きていこう。そのように思う方、アメンと言ってください。イエス様を信じて、イエス様の弟子になって、神の愛を学ぼう。神の愛を学ぼうと。ね、そのように思う方、アメン。アメン。アメン。イエス様を信じて、神の愛を学ぼう。神の愛を学ぼうと思う方、アメン。アメン。素晴らしい。あ、やんできた。やんできたことです。いや、もちろんですね、神の愛を学ぶのは、難しいですよ。難しいけど、まあ、だん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 分かってくるんじゃないでしょうかね。はい。神の愛で生きていきます。神の愛で生きていきます。アメン。じゃあ、お願いしましょう。天の父様、感謝します。天の父様、感謝します。たくさんの方が、あなたは信じたいと、アメンと言いました。どうぞイエス様、彼らが神の愛を受けますように、あなたに愛されますように、あなたに愛されて、神の愛を受けますように、神の愛で満たされます。神の愛で、神の愛がどれほど素晴らしいか、神の愛がどれほど素晴らしいか、愛を追い求めるようになりますように、愛を追い求めて、その愛を受けますように、十字架から受けますよ。愛を受けて、その愛の、愛を味わいますよ。神の愛を今受けて、神の愛を味わいますよ。神の愛の素晴らしさ、神の愛の素晴らしさを今体験します。今体験します。イエス様、与えてください。与えてください。十字架から来ます。十字架から、神の愛が来ます。満たしてください。そしてその神の愛で人を愛せるように導いてください。神の愛で人を愛せるように、教えてください。どうやって愛したらいいのか。どうやって人を愛したらいいのか。どうぞイエス様、今日神の愛で行きますよ。リスナー全員が今日神の愛で行きますよ。あ、隣人を自分のように愛そう。隣人を自分のように愛そうと決心しますよ。今日は愛の日となりますよ。今日は神の愛の人になりますように、導いてください。祝福してください。教えてください。イエス様も教えてください。神の愛を教えてください。そして、素晴らしい人生が始まりますように。神の愛の人生が始まりますように。虚しい、冷たい、苦しい人生から、喜びの人生、幸せの人生、素晴らしい人生が始まりますように。祝福してください。イエス様の御名によって、お祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。ツイキャスは今度は来週の木曜日になってしまいます。明日の礼拝は、ヨスさんが洗礼を受ける予定です。それじゃあ、皆さん、ありがとうございました。夜はチャンネルですね。夜はチャンネルで、放送します。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。シャローン。良い一日を。良い一日を。シャローン。